メディアを再生する予告編黄金は1948年のアメリカ合衆国のドラマ映画監督はジョン・ヒューストン出演はハンフリー・ボガートとウォルター・ヒューストンなど3人の男たちの黄金探しの旅を通じて人間の欲望を描いている原作はビートレブンの小説ザ・トレジャー・オブ・ザ・シエラ・マドレ第21回アカデミー賞でジョン・ヒューストンが 監督賞と脚色賞を、またジップ・ウォルター・ヒューストンが助演団優勝を受賞している。時は1920年代のメキシコ。メキシコ革命の混乱は、ほぼ収まっていたが、地方では、山賊がはびこり人々を脅かし続けていた。革命後の新しい政府により、地方の統制と山賊の排除は、フェデラルズと呼ばれる、有能ではあったが非常な連邦警察に任されていた。 この話の主役ともなる三人のアメリカ人やマシたちのような外国人にとって、山賊に出くわすことは死を意味するほど危険なことであった。同様に、山賊も一度フェデラルズに捕まれば、自分の墓穴を掘り、最後の一服を与えられ、銃殺されることは明らかだった。そんな中、ラブズ、ハワード、カーティンの三人の白人が、メキシコの港町タンピコで出会い、 一角千金を夢見てシエラマドレ山脈の山中に金行を求めて旅立ったのである。男たちは途中でゴールドハット率いる山賊の列車襲撃に会いながらも切り抜ける。列車の旅を江砂漠に出ると、これまで老人前としていたハワードは、屈強で知識豊富な山市であることを見せつける。ハワードの活躍で金行が見つかり、砂金が掘り出されてゆくが、 黄金の魅力に取り憑かれたダブズは、次第に、冷静さを失い、仲間を信じられなくなり、金を独り占めしたい衝動に駆られるようになってゆく。コーディという一人旅の男が現れ仲間に入れてくれと、申し出ている中、ゴールドハットたちが今度は、フェデラルズのふりをして接近してきた。警察の証のバッジを持たない山賊の正体を、男たちは見抜き、銃撃戦となった。コーディが、銃弾に倒れ、 形成が不利になったと思われたところで、本物のフェデラルズの一団が現れ山賊を蹴散らした。やがて、砂金の生産が減り、十分な金を手にした男たちは、山を降りる決心をする。ロバを引く道すがら、インディオの少年を助けたハワードは村人に壊れて、礼を受けるため、残りの二人と一時別れることにする。ハワードを裏切り金を山明けにしようというダブズと、 コーディも入れた4人で分けるべきだとするカーティンはついに退治する。勝負に勝ったダブズは、瀕死のカーティンを後に、町へと向かうが、寸前でサンドゴールドハットに遭遇し、会えなく、命を落とす。一方、カーティンは一命を取り留め、ハワードと合流する。2人は、ダブズを追い町に着くがすでにダブズは死に、ゴールドハット1等も処刑されたと知らされる。 ようやく先金が捨てられた場所へとたどり着くも、檻からの季節風が金を空中へと吹き飛ばして、しまうのであった。すべての冒険と苦労が、無に返したことを知った二人はもう笑うしかなかった。ハワードは彼を必要とするインディオの村へ、カーティンはコーディの残した家族に会うため敵さすえ、へ、それぞれの道へと馬を向けるのであった。 カッコ内は日本語吹き替え日本語吹き替え放送日1970年6月7日、オネット、日曜洋画劇場、ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、リメイクはされても、複製されることはない。このダークでユーモラスな道徳物語は、ジョン・ヒューストンの最高傑作である。であり、50件の評論のべてが高評価で、平均点は10点満点中9.1点と、 なっている。親子で同一作品でアカデミー賞を受賞した最初の作品。ありがとうございます。